札幌東区の札幌中央郵便局には今朝およそ132万枚の年賀はがきが届きました。絵柄は来年の干支蛇にちなんだ縁起物の宝袋と蛇や、羊蹄山を背景にエゾタンポポとキタキツネの姿が描かれた北海道らしいものまで5種類用意されています。道内の発行枚数は去年より2割少ないおよそ5498万枚、値段は1枚85円からで、去年より22円値上げとなっています。年賀はがきは来月1日全国一斉に発売されます。